ウツボカアズラは、ウツボカズラ属の植物の総称でもあるが、その中の一種であるネペンテスラフルズアナ、ジャックの標準和名でもある。この記事は、この種について扱う。丸く膨らんだ、補充袋と、ロート型のそれをつけるもので、東南アジアに比較的広い分布域を持つ。常緑性のツル植物で、食中植物。茎は細長く伸びて4メートルほどになるが、 時として15メートルに達する例もある。茎には白い綿毛が密生し、特に若い茎に多い。補充袋や葉の形は、茎の下部と上部で異なる。下部の葉は、葉心が、皮心型からさじ型で、長さ8から30センチメートル、幅1.5から5センチメートル、陽平は、長さ2から10センチメートルで縦溝と細い翼があり、その基部は、茎の半分から2。 三までを抱える。そこから生じる補充袋は全体に球形から卵型で、舌が丸く膨らんでいる。よく発達した翼が縦に2枚あり、その縁は細かな糸状に裂ける。袋の口にある円馬はよく発達し、平らで袋の内部に向けて垂直に伸び、その幅は1.2から1.5センチメートルになる。茎の上部では、葉は、 長さ12から30センチメートル、幅3から10センチメートル、洋身の形は、トーラン円形から非神形、傭兵は、長さ6から15センチメートルでやはり縦溝と狭い、翼があるが、その基部は茎を半分ほどしか抱えない。そこに生じる補充袋は上向きに広がったロート型で、縦の翼はなくなる。ただし袋の形態やその反紋などには、変異が多い。 学名の種称名は、イギリスの植民地行政官で、ナチュラリストとしても知られる、トーマス・ラッフルズにちなんだものである。マレー半島、シンガポール、ボルネオ島、スマトラ島などに広く分布する。低地に生える。特に、マレー半島やボルネオ島では普通種で、低地林の林園によく見られる。雑草的な性格の丈夫な植物である。 分布域の重なるツボツボカズラエヌアンプやレリアは、より湿潤な林を好むが、同じ場所に生育していることもあり、自然交雑種として、フッカーウツボエヌホーケリアナがある。形態的には、両者の中間的である。補充袋はやはり二型を示し、下部のものはツボ型、よく発達した翼があるが、その縁は、縁毛のある型から、細かな虚子のあるものまで変異が多い。 上のものはロート型。ボルネオ、スマトラ、マレー半島で自生が知られている。観葉植物、食中植物として観賞用に栽培される。本種はその歴史が古く、イギリスに導入されたのは19世紀の初め、日本に持ち込まれたのは1902年に遡る。記載は、種として、近藤、近藤、P128 園芸植物大辞典。 P1732 園芸植物大辞典、P1732、近藤、近藤、P128 掘った、P1494 掘った、P1495 園芸植物大辞典、P1731、ありがとうございます。